皆様おはようございます。天沼教会の安息日学校にようこそおいでくださいました。映像を通して参加されている方もようこそおいでくださいました。それではお立ちくださいまして、開講の賛美歌をご一緒に歌いましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日こうして安息日の朝を迎えられ、安息日学校に参加できますことを感謝いたします。今日のこの学校を始めから終わりまで聖霊の神様が共にいて導いてくださいますように、私たちが聖書の学びを通していろいろと神様の御旨を知ることができますように、そしてまた神様の望むことを実行できますように、どうぞ足りない私たちを助けてください。今日こうして共に集える方、またオンラインで共に集える方、一人一人を祝福してください。またこの場に来たくても来れない方を神様が覚えてくださり、来れるように助けてください。この祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。改めまして皆様おはようございます。安息日学校にようこそおいでくださいました。今日奉仕をされるしてくださる方をご紹介します。ピアニストは中川優さんです。校長は私藤本が務めさせていただきます。安息日学校からいくつかお知らせがございます。一つは来週13回献金をお捧げします。今期は12回と短いですけれども、来週東中央アフリカ支部を覚えてどうぞ献金をご用意ください。また来期の聖書研究ガイドと副読本の配布が始まりました。聖書研究ガイド770円と、副読本は1100円になっております。お釣りの準備はございませんので、皆様どうぞきっちりと、持って、交換してください。よろしくお願いします。あと安息日学校の献金もお捧げしますが、それは教会の礼拝献金の時にご一緒にぜひお捧げください。よろしくお願いいたします。それでは今日の特別賛美歌は石川奈美さんによって持たれますが、この今日の特別賛美歌は希望の賛美歌294番の1節と3節になります。十字架の自称をもって我さえあがない神の子したもう、恵みの主褒めん。ではお願いします。
ありがとうございました。今日は特別に安息日学校の青年クラスをご紹介したいと思います。これは安息日学校の一番新しいクラスで、クラスではないでしたすいません、元からあるんですけれども、予想を変えて新しいリニューアルされたクラスですので、どうぞ皆様お楽しみにしてください。皆さんおはようございます。青年会会長の中川真由子と言います。今日は青年の安息日学校の紹介をさせていただきます。青年会では5月から三育大学の宗教部と協力して、三育大学6号館で青年のための安息日学校を始めました。青年の安息日学校では10時の教科までは、教科の時間まではみんなで楽しめるゲームをしています。この、写真の日はみんなでカードゲームをしているところです。参加してくれる年代は、中学生から高校生、大学生、社会人と様々ですが、この時間のおかげで初めて会った人同士でもすぐに打ち解けることができています。10時からは通常のクラスと同様教科の時間をしています。あ、動画になっていますね。次お願いします。これは教科の時間の写真です。青年のクラスでは中学生用の教科を使わせていただいています。青年のクラスは大学生が多く、参加者の中には大学生になって初めて聖書を読んだという人もいます。より分かりやすく、そして身近なテーマを扱っている中学生用の教科を使うことで、聖書の学びを自分のこととして感じてもらうことができているように思います。また長期休みで帰省して帰ってきている中学生たちの学びの間にもなっています。中学生から社会人まで広い世代が一緒に聖書を読み学ぶことで新しい発見がたくさんあります。また教科の学びを通して自分自身の経験や考えを口にすることが多いというのも青年のクラスの特徴です。この学びの時間のおかげで、お互いのことを初めて会った者同士もよく知り合えることができています。特に三育大学の看護学生と衛生病院の看護スタッフは、臨床実習の場では実習生と指導者という立場になりますが、この安息日学校でお互いを知り合えることで、実習の場でもより良いコミュニケーションを取ることができているようです。社会人の参加者との交流を通して、中高生や大学生の参加者が自分の将来を考えるきっかけにもなっています。今後の展望を少しお話しさせてください。参加者の中には一人暮らしをしている青年も多く、朝ごはんを食べてこれなかったり、安息日の朝に起きれないから参加できないという声も聞かれています。そこでコロナが収束しつつある今、安息日学校の前におにぎりやサンドイッチなど軽食を用意して、みんなに食べてもらうのはどうかなという案が出ています。青年たちに朝ごはんを食べてもらって、元気な心と体で安息日を過ごしてもらえたらいいなと思っています。朝ごはん目的でもいいので、参加者が増えてくれるといいなと私たちは思っています。このように青年の安息日学校は、親しみやすさと楽しさ、そして神様をもっと身近に感じられることを目標に活動しています。安息日学校にもっともっと多くの青年が与えられ、若者が聖書に触れる機会が増えて、そして多くの青年がキリストに出会うことができるように、これからもお祈りとお支えをお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
安息日学校では青年のクラス、大人のクラス、また街道クラスとあります、コロナも少しずつ収束しております。5月8日からはコロナも5類になりますので、皆様ぜひ、安息日学校から教会に戻ってきてください。よろしくお願いいたします。それでは暗唱聖句の時間になりました。今週暗唱聖句チャレンジした方はぜひお立ちください。それではいきます。3、はい、感謝の生贄を神に捧げよ、あなたの誓いを意図高きものに果たせ、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。詩編50:14-15。それでは皆様お立ちください。ではご一緒に3、はい、感謝の生贄を神に捧げよ、あなたの誓いを意図高きものに果たせ、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。詩編50:14-15。ありがとうございました。ぜひ来週の暗唱聖句も皆さんチャレンジしてみてください。それではこれから聖書の学びの時間になります。街道クラスは平野誠長老によって行われます。また青年クラスは今ご紹介にありましたように、三育学院大学6号館2階教室にて行われます。また、Zoom のクラスは事前登録になりますが、来週から参加されたい方は事務室の方にご連絡ください。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは、教科の学びを始めたいと思います。まずはじめにお祈りをさせていただきます。天にいらっしゃいます父なる神様、今日も、第7日目の安息日をお与えくださいましたことを感謝いたします。今から教科を学びます。今週は困難な時代に管理するということについて学びますけれども、どうぞよく理解することができますよう、どうぞ知恵を与えてください。一言感謝し、愛するイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、先ほど暗唱聖句を、皆さんで読みましたけれども、この暗唱聖句についてもう一度、考えて始めていきたいと思います。暗唱聖句はですね、感謝の生贄を神に捧げようというところから始まっています。そしてあなたの誓いを意図高きものに果たせ、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろうと口語訳ではなっています。新共同訳では告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろうとあります。今期の教科は主のために管理するというテーマで、十一夜献金を中心に学んでいます。そして今週は困難な時代に
管理するということについて学びますけれども、この最初のですね、感謝の生贄を神に捧げようというところが、今週はですね、私は何か意味があるのではないかなというふうに考えました。先週の土曜日に小学生の礼拝が、6年生がですね、最後の証をしたんですけれども、したのを聞いたんですけれども、その時に神様が危険から守ってくださって助けてくださったという、そのような証をしている生徒がいました。そしてその生徒の投げかけの質問で、私たちの神様は守ってくださいと祈らなければ私たちを守ってくださらないのでしょうか、というような問いをされていました。確かに神様はお祈りをしなくても私たちを助けて守ってくださると思います。時にはですね、お祈りするのを忘れてしまい、何かこううまくいかないことが起こった時に、自分は神様にお祈りしていなかったからだったんだなというふうに感じることは、そういう経験は私自身もありますけれども、今期のですね、学びでは感謝の生贄をまず最初に捧げなさい、そして悩み苦しむ時に私を呼びなさい、というようなこの順番ですね、ここが非常に重要な学びではなかったかなというふうに感じました。安息日の午後のところですけれども、今週のテーマで、私たちの世界は制御不能に陥っているように見えます、戦争、流血、犯罪、不道徳、自然災害、感染爆発、経済不安、政治腐敗などと続きます。この戦争、流血という言葉を思い出しますと、ウクライナの戦争のことを私は思い出しますけれども、同様に犯罪ですね、今強盗のニュースが多いように感じますけれども、そういう強盗が増えている。そして自然災害ですね、自然災害ではトルコ、シリアの地震のことを思い出しますし、感染爆発というのはコロナウイルスのことを想像いたします。それぞれの言葉を思い浮かべるたびにですね、そのニュースや事件が一つ一つ思い出される。私たちの生活はまさに困難な時代を歩んでいると言っても過言ではないの、間違いではないかなというふうに感じています。あとはですね、光熱費の高騰や、お子さんがおられる方は教育費や生活を守らなければなりませんし、健康を害しておられる方は治療費も必要になります。そのそれぞれが財産の管理のため、また自分たちの生活を守るために必死である、そのような状態ではないかなと思います。今期の教科ではこれらの基本的な必要について語られた上でですね、マタイによる福音書6章の32節33節の言葉を紹介しています。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう、というこの言葉です。お金はもちろん大切ですけれども、これを切に求めるということではなくて、まず第一に神の国と神の義を求める必要があるということを、この聖句が教えているように思います。私たちがこれまで以上に主に頼る必要があるときに、この聖書の原則に基づいた私たちが従うべきいくつかの具体的なステップについてですね、これから学んでいきます。まず日曜日ですけれども、何よりもまず神よ、というタイトルで歴代志下20章のヨシャファト、口語訳ではヨシャパテですけれども、このヨシャファトについて学びます。
このヨシャファトの治世の末期にモアブ人、アンモン人およびメウニ人らがこのヨシャファトに攻めてきたというところが歴代志下の20章に書かれています。そこで使いの者が海の彼方のエドムから大軍が攻めてきていますと報告があります。本来であれば城壁を固めて攻めてくる 大軍に対して対抗するための準備を始めるところですが、ヨシャファトは違いました。まず主を求めることを決意し、ユダ全国に断食を呼びかけました。そしてユダの人々は主を求めてその神殿に集まり、そして主の助けを求めたとあります。そしてヨシャファテが回収の中に立って、アブラハムの約束、エジプトから救い出されたこれまでのことを祈り、今私たちに敵が攻めてきて、あなたの領地から我々を追い払おうとしていますと祈ります。そして歴代志下20章の12節では、我々の神よ、あなたは彼らを裁かれないのですか、我々はこのように攻めてくる大軍に当たる力がなく、またいかになすべきかを知りません、ただあなたを仰ぎ望むのみですと言います。この祈りですね、この祈りが本当に驚くべき祈りではないかと思います。まあ、指導者がですね、まあ、この国王が我々に対抗する力がなく、大軍に対抗する力がなく、どうしたらいいか分かりませんといったその指導者がいたら、まあ、私はですね、そんな無能な指導者は本当にこう必要なんだろうかというような、そのような人間の思いが起こります。しかしこのヨシャファトは、ただあなたを仰ぎ望むのみですという、国王としてのその地位や名誉ですね、知恵、そういった誇りをすべて捨てて、もう神にだけ頼りますというふうに、この言った祈りが、まあ、今回のこの何よりもまず神をというタイトルにつながっていると思います。そしてレビ人やヤハジエルに主の霊が臨み、この大軍のために恐れてはならない、おののいてはならない、これはあなた方の戦いではなく主の戦いだからである、あなた方は進み出て立ち、あなた方と共におられる主の勝利を見なさい、恐れてはならない、おののいてはならない、明日彼らのところに攻めていきなさい、主はあなた方と共におられるからである、という、この、神様の言葉を聞きます。そこで翌朝早くに人々を集め、レビ人の聖歌隊を先頭に進ませ、主に感謝せよ、その慈しみは常しえに絶えることがないと言わせて、歌を歌い賛美します。この時の賛美には力があるということがここでわかります。そして敵が互いに戦い合い、一人も逃れたものがなかったとあります。この神様が私たちを今も愛し礼拝する神様と同じ神様が、今も変わらずに偉大な神様であり、私たちにとってのこのチャレンジというのは、主と主の導きに信頼することであるというふうに教科では書かれてあります。月曜日ですけれども、月曜日は自分の力ではなく神を信頼するというタイトルで、歴代史上21章の1節から14節について、ダビデのことについて学びます。先ほどはヨシャファトは成功者としての例として挙げられていますが、この時のダビデについては失敗についての例として例えられています。歴代史上21章の1節では、時にサタンが怒ってイスラエルに敵し、ダビデを動かしてイスラエルを数えさせようとしたとあります。
兵士の数を数えること、これはサタンの考えであったということが聖書に書かれています。そしてヨアブは言いました。それがどのくらいあっても、どうか主がその民を100倍に勝れるように。しかし王、我が主よ、彼らは皆あなたのしもべではありませんか。どうして我が主はこのことを求められるのですか。どうしてイスラエルに罪を得させられるのですか、というふうにヨアブが反対をします。しかしダビデは継続してこの数を数えることをしたために、この行為を通して国に災いが起こります。教科の助けに、サタンはダビデが防衛のために神の導きに頼るのではなく、自分自身の力に頼るようにそそのかしたのですと書いてあります。今日私たちはダビデと同じような状況に直面していると教科は語っています。金銭を数え、自らの創意工夫に頼ることでイスラエルを数えるのでしょうか。あるいは家を経済的に強化するためにできることを行い、神が守りや与えてくださることを信頼するのでしょうか。そしてその助言について、箴言の3章の5節から10節の御言葉にそのヒントがあると書かれてあります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。そうすればあなたの身を健やかにし、あなたの骨に元気を与える。あなたの財産とすべての産物の初なりをもって主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は満ちて余り、あなたの酒舟は新しい酒であふれる。この教科の中では、政府の力や銀行口座を信頼することは大きな誘惑ですが、聖書に記されているあらゆる危機において人々が神を信頼したとき、神は彼らの信頼を尊ばれ、彼らの必要を満たしてくださると書かれてあります。私たちは経済的な安定のために力を尽くすことと同時に、すべてのことを主に信頼することのバランスを保つ必要があります。この箴言の言葉にあるように、あなたの財産とすべての産物の初なりとあるように、給料が入った時にはまず初めに11と献金を神様のために用意する。そして残りの与えられた分で経済的な安定を保つことが大切ではないかと思います。火曜日ですけれども、火曜日は簡素にする時が来たのかというタイトルで、冒頭にはセブンスデイアドベンチストであるクリスチャンは困難な時代にどのように生きるべきでしょうか、生き残るために身を潜めますか、いいえ、実際にはその正反対です。私たちは世の終わりとキリストの再臨が近いことを知っているのですから、私たちの資産を用いて福音の良き知らせと神を愛する者のために神が用意されていることを人々にお伝えしたいと思いますと教科に書いてあります。まあ、この天沼教会も都会の中にある大きな教会ですから、生き残るために身を潜めるのではなく、福音を知らせるためにこの困難な時代においても人々にお伝えできればというふうに思います。問い3のところで、ペテロ第2の手紙3章の3節から12節では、終わりの時にあざけるものが出てきたことが書かれています。
主の来臨の約束はどうなったのか、すべてのものは天地創造の初めからそのままであって変わってはいないというであろう。主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、極力清く信心深い行いをしていなければならないとあります。そして、私たちは自分の財産をどうすべきでしょうか。今こそ財産を増やさないで、むしろ整理すべきである。我々はもっと良い国である天へ引っ越そうとしている。だから地上の住民にならないで、持ち物をできるだけ簡素にしようと、この祝福に満ちた生活の言葉が紹介されています。この言葉は1世紀前に書かれた言葉だそうですけれども、原則的には今も変わっていないというふうに紹介されていました。そして教科にこのように書いてありました。セブンスデーアドベンチストのクリスチャンとして、私たちは常に永遠の光の中で生きなければなりません。もちろん私たちが自分と家族の必要のために一生懸命働くことは必要です。またもし私たちが富に恵まれているなら、貪欲にならずに必要としている人々に与えることに寛大でありつつ、今それを楽しむことは何も怖いことではありません。しかしなお、私たちが地上で蓄えたものはどれも束の間で儚いものであり、注意深くしなければ霊的に堕落させる可能性があることを常に覚えておく必要がありますとあります。まさに私たちの財産を貪欲にならずに必要としている人々に与えることを、寛大でありつつですね、そして誘惑に負けないように、堕落しないようにする必要があるというふうに感じました。水曜日ですけれども、水曜日は優先すべきものというタイトルで書かれてあります。イエスの例え話や教え、聖書の登場人物の物語、そしてエレン・G・ホワイトの勧告は、すべてキリストへの献身に中途半端なものではないことをはっきりと示しています。律法学者から、どの戒めが最も重要ですかと尋ねられたとき、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。私たちがキリストにすべてを捧げるときに、他の主人のために残るものは何もありません。それが道であり、それこそが道でなければならないのです。と書かれてあります。マタイの6章の24節には、誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできないというふうに書かれてあります。イエス様は、神と金銭の両方に使えることは難しいとか、両方に使えることに注意する必要があるとは言われませんでした。そうではなく、主はそれは両方に使えることはできないと言われたのです。ヨハネ第1の2章の15節から17節には、この3つのもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは世の中でどのように現れているでしょうか。またなぜそれらは私たちが気づくよりも巧妙で危険なのでしょうか、というこの問い5の問いがありました。このヨハネ第1の手紙
2章の15節から17節には、世と世にあるものとを愛してはいけない、もし世を愛するものがあれば父の愛は彼のうちにない、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく世から出たものである。世と世の欲とは過ぎ去る、しかし神の御旨を行う者は永遠に永らえると書かれてあります。パウロが上にあるものに心を止め、地上にあるものに心を惹かれないようにしなさいとコロサイの手紙で書かれてあります。しかし行うことは難しいと私は思います。なぜなら教科でも書かれてありますけれども、この世のものは毎日私たちの目の前にあるからです。世にあるすべてのものは魅惑は強く、すでにすぐに欲望を満たしたいという衝動は耳元でささやく、シャツの袖を引っ張る、またはその両方でいつもありますというふうに教科にも書かれてあります。確かに私もルミネの地下を歩いていますと、おいしい香りときらびやかな見た目、そして食欲を誘う形のこのシュークリームがあると、そこで買ってしまいます。そこで声が聞こえるんです。買いなさい、家族のために買いなさい、ね、そういうふうにもうつい買ってしまうことがあるんですけれども、そのように私たちはこの世にあるものの誘惑に負けやすい、私自身だけかもしれませんけれども、そういうことがあるかと思います。教科には、そして最も忠実なクリスチャンでさえ世の中のものへの愛着を感じたことがない人はいないでしょう。いつの日か全てが終わると知りながらも、私たちはなお心を惹かれるのではないでしょうか。しかし良き知らせは、それらのものに私たちを主から引き離させる必要はないと書いてありますというふうに書かれています。私たちは、将来天の国が用意されていることは分かってはいるんですけれども、ただ毎日の日常の中にあるこの世の中のもの、それらから心を引き離すことは難しい、そういう誘惑に常にさらされているということは心に留めたいと思います。教科ガイドには、ロトの妻と富の誘惑について書かれてありました。イエス様が再臨の時の3つの霊障を示されました。1つ目が、稲妻がひらめいて大空の端から端へ輝くように人の子も再臨されるということ。そして2つ目はノアの洪水。そして3つ目が、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて滅ぼされたこと。その時にロトの妻のことを思い出しなさいとイエス様はおっしゃいました。ソドムはその当時悪に満ちていて不道徳なところでした。アブラハムがソドムの町に正しい人が50人いたらというふうに、イエス様に懇願しますけれども、最終的には10人いるなら滅ぼさないでくださいと祈りましたけれども、結果的には10人いなかった、そして滅ぼされてしまったというところのお話です。ここで天使がロトを助けるために、来ますけれども、どうもここの教科のガイドでは、ロトと彼の妻はこのソドムの町を離れたくないと天使たちと一晩中議論していたというようなことが書かれてありました。そして天使が後ろを振り返ってはいけないと警告しましたが、ロトの妻は振り返って潮の柱になってしまいます。その時の彼女の心にあったもの、それがソドムであったと書かれてあります。彼女はソドムにあった財産と
子供たちの何人かがそこにいたので、それを思って振り返ってしまいました。同じように私たちも再臨の時に、生きてこの世を去るすべての人は、ロトの妻が直面した時と同じ決断をすることになるでしょうと書かれてあります。再臨が近いこの時代においても、同様に私たちにもこの世にある財産に対する誘惑に気をつけなければならないと、ここで警告しています。そして木曜日ですけれども、木曜日は売ることも買うこともできなくなるときというタイトルで、これはイエス様の再臨前の世界の痛ましい光景を描いています。ダニエルは、また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょうと、ダニエル書の12章の一節で語っています。この聖句を見ると、私はヤコブの悩みの時という言葉は心に浮かびますけれども、再臨前の悪い状況のことをここで語っています。そして黙示録もまた、キリストの再臨前の苦難な時について、黙示録13章の11節から17節のところで、獣の像を拝まない者を皆殺させた、すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことであるとあります。では、どのように備えればいいのでしょうかということがここで書かれていますけれども、私たちは今、神の恵みによって金銭や世の中のものの奴隷ではないことを確信することによって備えます。もし私たちが今金銭に縛られていないなら、私たちが忠実であるためにそれらを手放さなければならない時にも縛られることはないでしょうとあります。つまり、ロトがすべてを捨ててソドムから逃げたように、最後の時に私たちが金銭に縛られることがないようにしなければならない。そして最後の時には、物を買うことができない状況であっても、それらの誘惑に負けないようにするということであると思います。そして問7のところでは、11について書かれています。申命記14章の22節と23節の最後の部分を読んでくださいとあります。あなたは毎年畑に種をまいて取るすべての産物の10分の1を必ず取り分けなければならない。こうして常にあなたの神主を恐れることを学ばなければならないとあります。そして、主を恐れることは主により頼む、信頼することであると詩編の言葉から書かれてあり、神が11を制定されたのは、私たちを利己心から守り、神が必要なものを与えてくださることを信頼するように、私たちを励ますためであったことを私たちは知ることができるのですと教科に書かれてあります。暗唱聖句でもそうでしたし、初物を神に用意するという意味は、まず初めに神が与えてくださったものであるということを認め、それを信頼するようにとの約束から、私たちは十一を捧げるということがわかると思います。金曜日のさらなる研究では、富に対しての警戒が書かれてあります。金を愛し富を欲することは、
彼らを悪魔につなぐ黄金の鎖ですと教科に書かれてあり、最後の方にはスマートフォン、コンピューター、エアコン、SUV などに囲まれて、自分たちはただ中産階級だから自分たちの財産によっては霊的に危機に陥る危険はないと彼らの多くは騙されています。だからこそ11は、特に裕福ではない人々にとっても富の危険に対する強力な霊的解毒剤になりうると書いてあります。スマートフォンやパソコン、タブレットで買い物されたことがある方はご存知かもしれませんが、最近は AI によってそれらの情報が管理されていて、自分の興味があるもの、または興味がありそうなものを選び出して画面に表示されてくる機能が進んでいます。そのような意味でも、依存するようにという、そのように私たちは支配されるとも理解できますし、常に買い物をするように促されていると思います。水曜日で学びましたように、世から出たものに支配されないように神を第一とすることでできるようにすることができるように注意しなければならないと思いました。すいません、ちょっとパワポが違いましたけれども、すいません。そして最後にですね、簡単ではありますけれども、献金についてご紹介したいと思います。11はですね、私が働き始めた時に11献金というふうにこう言った時にですね、指摘を受けたことがあります。というのは、11献金という表現は間違っていますっていうんですね。11は10分の1を神様にお返しするものであるので、これは献金ではないというふうに指摘されました。まさにその通りだと思いますけれども、11は与えられた給料の中の10分の1、先ほど紹介しましたけれども初成りと同じように、まず給料をいただいたときに神様にお返しするもの。これは、事務的なちょっとお話になりますけれども、日本の教団が 91%、 そして支部を通して世界総会で 9%、 この、11が用いられています。そして、これからが献金にあたるものですけれども、感謝献金ですね。そして感謝献金は日本の伝道のために用いられています。そしてメディア伝道約束献金、これはメディアの伝道ですね、ホープチャンネルですとか、あとラジオ伝道、あと予言の声の通信講座、こういったものに用いられています。そして信徒子女奨学金献金、こちらは産育にお子様が学んでいらっしゃる奨学金として、中学高校のために用いられている献金になります。そして新年に集められる新年特別献金ですね、こちらは今年はグローバルミッションのために用いられていますけれども、これがすべて教団の方で集められて、その目的のために用いられています。そしてこれからこの教会約束献金というのが、この私たちの教会を支える献金になります。ですので11だけを捧げていらっしゃる方は、教会を支えているということはにはならないんですね。このバプテスマの誓約の9番目にありますけれども、私は教会組織を信じ、11と諸献金、また個人的な努力と影響力によって教会を支える決意がありますと、ここで約束しています。この教会を支えるというのが、この教会約束献金になります。これが教会を支えています。私たちの毎週行われているこの電気代、今物価が高騰していますし、光熱費も高騰していますけれども、こういった光熱費であるとか、あとはこのスライドに映されるものですね、こういったものに用いられています。
そしてその中でも具体的なものとして街道維持献金というのがあります。これは街道がですねきれいになったりですとか、あとはトイレがですね新しく改修されましたけれども、そのような目的のために用いられる街道維持献金というのがあります。そして将来この教会もですね永遠には続かないと思いますので、将来建てるための準備として街道建築献金というのがあります。でそれ以外にも墓地を管理するもの、そして聖火の夕べなどで用いられています音楽部伝道献金、そして放送設備ですね、マイクですとか放送器具に関するものに対する献金、放送設備献金がございます。そして具体的な活動としては、パスファインダーであるとか、あとは福祉会であるとかですね、あとはそれ以外にもさまざまな活動をしていますけれども、その活動のための献金というのがございます。皆さんの資産をですねどのように管理するかということについて学びましたけれども、このことを通してですねより皆様の目的のために、その目的を思うところにですね捧げていただければ有効に用いられるのではないかなというふうに思います。それではお祈りをして、少し早いですけれども終わらせていただきます。天におられます父なる神様、今日は困難な時代における管理について学ばせていただきました。私たちは日々世の誘惑にさらされ、あなたから心を背けてしまうことが、たくさんあると思います。どうぞそれらの誘惑に負けることなく、いつもあなたのことを思い、そして私たちがこの困難な時代において、私たちに与えられている資産をどのように用いるべきか知恵を与え、どうぞ助け導いてください。この学びを感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
それではお立ちくださいまして、平行の賛美歌をご一緒に歌いましょう。天の父なる神様、今日の安息日学校を始めから終わりまでお支えくださり感謝いたします。私たちはいろいろな誘惑の中にいますが、本当に神様に目を向け、神様と共に歩めますように、私たちをどうぞ強めてください。これから持たれます礼拝のために私たちの心を整えさせてください。また来週にはこの場に共に集えますようにお助けください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。一つ安息日学校から発表がございます。来期の聖書研究ガイドをお求めになった方は、訂正の用紙がありますので、その用紙を受付の方で受け取ってください。また病院で、聖書研究ガイドを受け取った方は藤本の方からお渡ししますので、お待ちになっててください。よろしくお願いいたします。それでは換気の時間を持ちますので、50分まで皆様新鮮な空気を吸って、また、お戻りに時間になったらお戻りください。ありがとうございました。